乱入巻きたよ、乱入巻。乱入巻。すいません、一般人の乱入禁止なんで、すいません。ハチだ、ハチだ。どうしようかな。あ、え、やばい、めっちゃ出ば悪いかも。ハッ、ハッ、呼ばれた時さ。ハッ、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 歌ピ、ああ、え、ミサ、ミサピ、ミサチ、ミサチ、ミサチ、リアリティ風に言うと、うん、シンガー、あーシンガー、シンガー、やめてよ、いそうじゃない、初強化は、許可タム普通じゃん、でも許可タム言ってそう、なんだ許可タムです、いいね、許可ですって言うけど、許可、許可ティン、やめてよ、こんにちは、ちょっとあのデブ悪いかも、私はでもユキティン以外デブ出ないもんな、ちゃんユキ、ちゃんユキ、チャイユキ、友達に言われてる、そうチャイ、こうチャイユキから発生してさ、チャンさ、誰、誰じゃないじゃんっていう、チャン、それ可愛いね、可愛いです、それ可愛いさんね、でもなんかさ意外にさ、強化って出してそうじゃない？強化確かに、なんか何も、強強、強強さって言われてそう、うん確かに。今日さーって言われた、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、ミサピさん、ミサピさん、ミサピさん、バイバーイ、イエーイ、あ、スカートの中覗いた、あ、危ない危ない、はい、ミツです、ミツです、ミツです、ソーシャルディスタンスです、はい、映ってくる、ほんと電波悪いんだけど、何アルピョン、キャーカちゃん、インクしたイエーイ、うん、Wi-Fi 繋がってないんじゃない、せえへん、待って、本当にデバイ一瞬見ますね、イエーイ、イエーイバイバイ、バイバイ、バイバイ、繋がってる、準備します、帰宅します、バイバイ、バイバイ、またね、バイバイ、マジ電波悪いね、本当電波悪い、え、Wi-Fi 繋いでるの、ちょっと早くさ、早く Wi-Fi 切ってくれない、バイバイ、バイバイ、お疲れさん、ウィンク、あ、過ぎ去ったんだったね、え、ほんと電波あるよ、もう Wi-Fi 繋いでる、めっちゃ繋いでる、繋いでないんからか、なんで、そう、みんな一緒に帰ってたよ、なんで、そう、熊本のメンバー、ウィンク、こんばんは、ウィンク、イエーイ、カバー、こんばんは、帰ってきましたよ、今日の、あ、今日の昼ご飯紹介をしていない、私は今日は何でしょう、あ、じゃあ今日は焼肉弁当でしたが、めっちゃ美味しかった、種類がカルビと、なんだっけ、うん、カルビと牛タンの塩と醤油とロースとハラミがあったんですが、私は何を食べたでしょう、もう一回言いますねカルビとハラミと、牛タンの塩と醤油のどっちかと、うん、え、そんなあったんだ、え、牛タン塩、醤油あったの、塩味と醤油味、醤油味と、カルビ、ハラミ、うん、そんなもんか、何食べたでしょう、あ、ロースもあったか、うん、どれでしょう、こんばんは、こんばんは、お疲れ様です、ありがとう、やっほー、私は何を食べたでしょう、私はちなみにカルビです、カルビです、おー、頑張ってください、牛タン、こんばんは、こんばんは、牛タン塩、お、牛タン、おーおーおー、ロースが一番ヘルシー、え、そうなんだ、吉平さん、タコ、ありがとう、ハルビ、ハルビ、おー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 、アンケート、まあまあまあ、そこまでそこで相談してなタン、俺もすごい、結構みんな当たってるんだけど、いや、すごいね、好みよく知ってるね、私の好み、なんかでも今日はね、なんか一番取らなそうなものを自分で選んだ、うん、今速攻カルビだったんだけど、カルビ、いや、なんかそこら辺にしようかなと思ったけど、うん、なんか
あんまり人気そうじゃないなっていう第一印象で選んだ正解は牛タン塩味でした。いや最初醤油味にしようと思ったけど、なんか上にネギが置いてあって美味しそうだったんで塩味にしました、うん、美味しかったです。あ、石平さん、結構当たってますね。ありがとうございます。暑かった。ヨメリアさん、桜ありがとう。すごい降ってる。桜が綺麗やな。もう桜も緑になっちゃったしな。なんとか桜、なんか八重桜みたいなのがめっちゃ綺麗に咲いてるよね最近。あ、そうなの。なんかあの普通のこういう一枚一枚のやつじゃなくて、なんか何枚もな、うん、わーってバラみたいな感じになってる。あー、あれつあるよね。あれめっちゃ綺麗じゃない。なるちゃんは確かハラミでした。ハラミ食べてたっけ。リラちゃんは覚えてないな。なんで今全部食べてそうなイメージだから全部全部太ってた。牛タン美味しかった。ゆきちゃんは同じ牛タン塩を食べた。あ、食べてた ね、 ね。あと付け合わせがめっちゃ美味しかった。あ、美味しかった。あのキュウリみたいなやつが20日一番美味しかった。あ、漬物ね。うん、ボタン桜か。へえ。ハチと桜どっちが綺麗。そんなの決まってんじゃん。ピンク色の桜キャイムージしてる。 A がめっちゃ響いたんだけど。八重桜一番人気って何だったと思う。ハラミが一番最初になくなってたわ。でも何が残ってたっけ。逆にかロースは残って、ロース1個。でも結局全部なくなったよね。なくなった。お、妹の出産予定日そわそわするね。それはでもハラミが一番最初になくなった。こんばんは。ありがとうございます。奈良さんの首、牛タンも確かに言ってたあった。いっぱいいっぱいじゃない。牛タンも取ってるメンバーいた。牛タンいっぱいいた。ハルピンは牛タンの醤油だった確か。マスクすごく大きい。これはあの大人用なんですけど。お花ありがとうございます。結ばないとさ取れちゃうし。お腹すいた。私もすいた。本当に本当になんだ。そう、牛タン食べたいよな。こんばんは。4位500しかないんだけど。何がこれ。え、 KBP なんちゃらみたいな。ああ、私370380。え、300。いや、それ見たことない。そこここね、電波の状況がわかるのこれ。へえ。一番画質いいのが今1101みたいなだったような気がする。へえ。ああ、また500になったかも。ドラゴン桜、ドラゴン桜ってさ、見たことないんだよね。みんなさ、湧いてるけどさ、全然、なんで湧いてる。いつ始まるの。なんかドラマ始まるよね。そう、始まる。見たいな、でも。シーラさん、だるま、ありがとうございます。こんばんは。大将、へい、おもちさん、リンボスター、ありがとう。こんばんは。牛タン塩、おいしいよね。こんばんは。レッドウィング、ハーキンさん。え、最近。うん。やばい、マジで止まる。もうゆうゆう選手バイサイ切るし。やっほーい。やっほーい。これカレンちゃんの挨拶。ああ。やっほーい。カレンちゃん今どこにいる？なんか向こうにいた。ほんと？やっほーい。帽子取れたらどんな感じ。え、どんな感じ。こんな感じです。やっほーい。え、これ見えてる。見えてるのか。見えてますか。昔ドラマ放送してた。あ、そういうことで湧いてんのか。昔してて。なんかドラマ、あ、アニメか。アニメじゃない、漫画かなんかかと思った。あ、漫画もある。漫画もあるし、あ、ゲームソフトもあるし、それ漫画から派生した元が漫画で、だからその湧いてんだ。そうそう、派生した感じ。なるほどね。そうそう、だから元々のファンがいるから多分。これさん、ハートありがとうございます。でも面白いよ。なんか受験関係の、あれ、東大目指すとか言ってたね。そう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 、面白いよ。うーん、皆様ありがとう。メール来た。イエーイイエーイ。さっき送った。にゃ、1,2,3,4。カレンちゃん、今でいいのか。やっほーい、吉田カレンだよ。やっほーい言ってたわ、この前。
はじめまして、はじめまして、ダラハスカです。ドラゴン桜で聞いたことなかった。なかった。うん、全然。有名よ。ずっとワンピースで育ってきたから。漫画はあんまり読んでない。漫画全然見てなかったわ。ワンピースで漫画にハマって、うん、でジャンプを読み始めて、まあ、ジャンプしか、ジャンプの漫画があんまり読んだことないよ。そう。ね。大橋さん、ハートありがとうございます。勉強したくなる。あ、TikTok で愛知のダラですっていう動画を見てフォローしました。ありがとう。TikTok 最近上げてないな。TikTok 撮らなきゃな。ねえ。また TikTok も上げるようにしないとな。そうね、ありがとね。えさん、お疲れ様、ありがとう。疲れたよ。星で見えへんで。こんばんは、こんばんは、お疲れ様。あ、大丈夫。ドラゴンリングにも知らないな。今日すっぴん、今日は若干メイクしたけど薄いからわからないと思います。若干、若干です。光が出たらわかるかな。なんか、うん、私もドラマこのちょっとオレンジが出てます。こんばんは。覚えてない。なんかめちゃめちゃ急に今日の疲れがどっときたんだけど。いや本当に思う。今日ずっとレッスンしてました。楽しみだね。あ、うん、皆さん、私は宇多田と同じ愛知県出身。おお、愛知いいね。4月の8、お家もちょっとで帰れる。8日は4月の8日に、ね、今日はハイハイした。今日はね、4月の8日にあのショールーム全然してなかった。レッスン中みんなメイクしてるか。いや、してるメンバーもいるし、してないメンバーもいるけど、すっぴんのメンバーの方が朝早かったらすっぴんのメンバー多いかも。生誕配信をするのでね、8です。握手会再開してほしいね。わかるよ。8、あと体筋肉痛、いや筋肉痛はないかな。ちょ、肩こりがひどいけど、もともとひどいからな。8なのでぜひ来てください。10何時からって言ってたっけ。10何時、19時ぐらいにしてた気がする。19時から48といい。8時か。ファンの方とお話しするとホッとする。あ、今日の配信ってこと。確かに。でも今日ね、頭がね疲れすぎて動いてないかも。もうすぐ妹の出産。それさ、横はミッサーです。ハッツのコメント欄で聞いたんだけども、ありがとう、おめでとう。カツが読んでたね、これ。うん、出産予定日のやつ。おめでとう。お誕生日ありがとう、ありがとうございます。おめでとうね。8時9時か。8時9時ぐらいでやりますね。どうもどうも、うたらです。みんななんか質問ある？なんか、いや、本当に、旅行は川原さんです。川原さんです。川原さんです。私はレッスンいつも行く時メイクはしてきますね。がっつりはしてこないけど、ある程度目のとこを、あ、今マスクつけながらレッスンしないといけないから目だけやってます。あと日焼け止め塗るから、毎日日焼け止め塗るときについでにアイシャドウピピッって言って、アイラインピピッってやってます。ちょうど20歳の時に質問好きです。そんな、何そのに可愛いの。うん、あなたのお目目が優しいから。川原さんの好きなところを教えて。ちゃんと聞いてるし。そう、話しながら聞いてる人。まあ、これぐらい。難しいな。難しい。え、難しい。え、たくさんあるから難しいってことだよね。はちかちゃん、さ、お友達なーろー。はちかちゃん、お友達なろう。え？え？
もういい。先生に言う。痛い。カラハルちゃんがいじめてくる。先生、ハチカちゃんが違うよ。やってくれない。違うよ。全然違うよ。全然違うよ。これずっとやってたんだけど。今日。あ、15分経った。あ、タツコも経った、はい、10日おめでとうって来てる、ありがとう。夜ご飯は何食べるの？夜ご飯決めて待ってん。8の8時から似合ってたよ、めっちゃ似合ってた。でメンバーとボーリング大会配信同時するんや。クラッカーパーンってして、あら、ごめんよ、隠しちゃった。まあ、前だけどおめでとうってこと言って、メンバーとほとんどタメ口なんですか？いや、それは人によりますね、相手によるで、そう、相手にやります。ごちんさん、桜ありがとうございます。ワンバンコ、かわいい、ありがとう。まくりじゃしさん、お花へと、そろそろ終わりにしなきゃいけない、うん、か、終わります。あ、そうで、8日の8時から生誕ショールームをするのでね、来てください。はーい、行きます。ケーキもなんかちょっと買ってきたいいよねっていう。そうだね、私も配信しよう。じゃあ要望しよう。一緒にいるかもしれない、もしかしたら。そんなことってある？ある？どっちもどっちよ、願い知らい、こんなことが起きるな。あ、やりてー、まくりだしさん、お花ありがとうございます。ダークマチャカーさん、ルンブスター、ありがとうございます。そう、先輩は敬語、あーみ、後輩にも敬語後輩も敬語。なんかだんだん人による。うん、でもタメ口使っちゃう。めちゃめちゃ仲良く、めちゃめちゃなんかすごい話してくれる人とかは結構タメ口にもやっちゃうかも。ハルピョンとかも、あ、先輩でも人によるかも。あとかももちゃんとか普通に話す。ああ、確かにももちゃんはタメ口じゃない、タメ口喋ったらあかんでって言ってた。違う違う、敬語話したでしょ。あ、そうただの怖い先輩そう、敬語は話さんでなって言われて、でも無理じゃん、敬語話さないって。うん、で、普通に敬語で話したら、うん、敬語話して花さんで欲しいわみたいな。なおちゃんも入れたよ、よく。なおちゃんもたまにタメ口でやってた。なおちゃんは、ね、結構敬語に、あと、まあ、お代理もタメ口かな。本当でも。でもあとは敬語かな。なるちゃんに最近うんって言っちゃう。うんうんうん、時と場合でやらない、その時のその場のノリで若干さ、タメ口っぽくなる時もあるし。ヤノノさん、初見ありがとうございます。こんばんは。はじちゃんも好きよ。はじめまして。なんだよね、時と場合によるね、本当に。うん、うん、そんな感じだよ、もうね。そんな感じですが、皆さんここでもう終わりたいと思いますね。あかね、いいよいいよいいよ。今日はちょっとしかできないけど、うん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 、うん、でもこういろんなツアーとかで、熊本ツアー、うん、まあ特にかな。川原さん、タメ口、川原さんがいます。おめめ、怖い、私の目。そうそう、タメ口できない先輩、でもしようと思えばできるよね。竹本さん、もうしないと怒られるって言われたらするけど確かに。けどそんなメンバー、エイトはさ、いないから。他のメンバーは分かんないけど、 B もいない。どういうこと？ん？なんかタメ口で話せよ雰囲気出してくる人あんまりなくない？タメ口で話して、なんだろう、どういう状況、なんだろう、
敬語で話してても言われないけど、タメ口で話してっていう、うん、ちょっとまあ混乱してきたぜ。チョロさんハートありがとうございます。チョロさんハートありがとうございます。百鬼夜行採用試験を合格した。それはブルーレイを見てからのお楽しみ。イエーイ。ほんとでも左屋のことも一時期あやかって言ってたし、そうなの、あやかって呼んでほしいってなって、うん、あやかって呼んでほしい、ひなちゃんじゃなくてあやかって呼んでほしいんだよねみたいな、うん、かわいいみたいになってでノリで、うん、あやかあやかって言ってた一時期え何って嬉しそうに来る結構あれだよね。ブルーレイはどういつどうどこが映るのか分かんないんだけど、あブルーレイいつなんだろう、いつなんだろう。そうね、ユミコだろユミコでも普通にさユミコユミコって呼ばれてるよね最近。そうなんだちょっと自分出てないからさ若干役名あ危ういんだよね覚えてるの。よくちゃんはよくちゃん、よくちゃんはよくちゃんかゆいちゃんかよくちゃん、なるちゃんはなるちゃんかなるなる、なんかなるちゃんノリでなるってよ、ももちゃんなるおだいり呼んでひらちゃんエビハートしたらあーおーおー、んな時サイリン、そうサイリンとねずっとお隣だったんです。そうナナさん、ユイリーさん、ナギちゃん、ナギはナギちゃん、ナギちゃんはナギちゃんだよね、かわいい、ほんとかわいい、ルンバちゃん、ルンちゃん、ルンちゃん、ルンさん、ルンなんかもう光合しすぎてルンさんになるね、たまにあールンバ様、それはわかる、ルンバ様ってなる時が多い。あと誰、あ、まあ終わりますか。よし、いいよ先読んで。そうなんだよね、私は後輩にタメ口で話してもらいたい、いや特に考えたことなかったな。でもなんか、まあ、最初のうちがみんな敬語になってなるのは思うので、まあ、時が経って仲良くなってタメ口になった時は嬉しいですね。なるってふざけて呼びますよ、ふざけて。福井寿司さん、タコちゃんありがとうございます。なるちゃん、 KOH さん、おはーありがとう。今日めっちゃ眠い。あ、見ましたね、黒髪のなんかすごいヒオリンかと思った一瞬、けどピクミンだってなって、すんごい低姿勢で帰っていた本当にそう泣きました、もうありがとうございましたって言って、すんごい低姿勢で帰っていったからめちゃめちゃおもろかった。本当だよね。はい、ランキング飲みますね。13位ハリーベルさんありがとうございます。12位ヒデジュさんありがとうございます。11位スモッチさんありがとうございます。10位シンコさんありがとうございます。9位アメさんウインク上手になったわ。8位ベルちゃん、カチューさん、ミサノありがとうございます。めっちゃ眠い今日、ありがとうございます。6位ユシヒラさんありがとうございます。5位 MT ゼロさんありがとうございます。4位大木マサイさんありがとうございます。3位ジョークソンさんありがとうございます。2位アネさん、ミサノ最後ありがとうございます。1位竹本さん、ミサノありがとうございます。読んだ、はい、どうぞ。いきます。13位初見さん、初見さんありがとうございます。11位チュラアトレッタさん、チュラさんありがとうございます。10位チマさん、チマさんありがとうございます。9位ラックラックさん、ラックラックさんありがとうございます。ありがとう。8位サトルラブさん、サトルラブさんありがとうございます。7位シュンゴさん、シュンゴさんありがとうございます。6位スノーさん、スノーさんありがとうございます。5位わさっぴさん、わさっぴさんありがとうございます。4位ノリーさん、ノリーさんありがとうございます。3位スーアトマーク UF さん、スーさんありがとうございます。そして2位はヒラギアトマーク UF さん、ヒラギさんありがとうございます。はい、1位ヨシヒラさん、1位はヨシヒラさんということでありがとうということで今日も見てくれてありがとうございました。ありがとう。今日は熊本のリハでした。お疲れ様です。
え、なんかさ、お豆なんか入ってる。お疲れ様。え、ゴミ入ってるかな。え、光？光？なんかゴミが入ってるように見える、ここに。光か。川原さんか。私の目に反射した。じゃあみんな今日見てくれてありがとうございました。ありがとう。またね。バイバーイ。バイバーイ。あ、たけさん疲れ。